俺に何か用かな。もっとスマートな感じかと思ったらムッキムキなんやねん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで次はミッドナイト熱血魔人さあやっていこう。クエストミッドナイト熱血魔人。夜中、辰巳川端の郵便局あたりに現れる炎をまとった魔人、通称熱血魔人、収蔵的な襲われると頑張りすぎて困った性格になってしまうっていう噂だ。深夜に郵便局あたりに行って調査だ。ふんふん、なんでみんな深夜なんやろうね。妖怪でもひっそりしたいんか。はい、それじゃあこれを。頑張りすぎて困った性格に。これも妖怪の仕業かな。これ以上問題が起きないよう早く解決しないとね。連れてって。郵便局、郵便局。あ、すぐそこやん。君が依頼主？なんか、気の抜けた顔しとるね。どうも。ねえ。君、何？ん、もしかして熱血魔人？どう見ても違うやろ。ちょっと落ち着いて。もしかして熱血魔人を探しているの？うん。そうだよ。熱血魔人を見つけて懲らしめてやるんだ。熱血魔人を懲らしめるって、もしかして君も怪我をしちゃったの？俺じゃなくて、俺の兄ちゃんが怪我をしちゃったんだ。兄ちゃんはね、足が速くてかっこよくて、すっごいスポーツ選手なんだけど、大会のちょっと前くらいに様子がおかしくなって怪我をしちゃったんだ。何かの病気かと思って一生懸命調べたら、熱血魔人の噂と同じだったんだよ。そうだったんだ。お兄さんの足の怪我はひどいの。今はリハビリ中。夜タプタプ駅の周りを歩いてるんだ。でももし怪我が治っても、また熱血魔人が兄ちゃんを狙うかもしれない。そうだったんだ。それで熱血魔人を見つけて懲らしめようって思ったんだね。だけど君も怪我しちゃったらお兄さんきっと悲しむと思うな。でも俺決めたんだもん。兄ちゃんがまた大会に出られないのは嫌だ。大丈夫。代わりに熱血魔人を懲らしめてあげる。いいの？私たち妖怪探偵団に任せて。妖怪探偵団？なんか正義のヒーローみたいでかっこいいね。わかった。俺家に帰るよ。よろしく妖怪探偵団。もう遅い時間だし気をつけるのよ。まずはこの辺りをサーチして熱血魔人がいないか調べてみようかな。てか、お兄さんは今この時間に歩き回ってんの？深夜ではないんかな。なんもおらんくね？あ、そこ？あれは？大気汚染。よっしゃー、スイッチタル。来い来い来い。入った、引きません。何あれ？陽気汚染に潜んでいたメラメライオンは突然襲いかかった。あ、この世界のメラメライオンはこういうやつ。超かっこいいやん。メラメライオンが現れた。ねえ、ケイタの世界のメラメライオンもっとちっちゃいのにね。超かっこいいやん、メラメライオン。なんか前までさ、こういうの、なんか回復のやつとか、落としおらんかったことない。なんか急に落とし出したら気のせいかな。隠密状態になったしばらく狙われない。あ、そういうのあるんやね。痛い痛い痛い。拾って拾って。とりあえずね、拾った時に何が回復しようかって言っておこう。いまいち理解できてないけん。あ、体力やね。なるほど、なるほど。お、いい感じ。褒められてやる気や。なるほど、そういう。なに、金のさすらい玉、ターゲットピンで、どこどこどこ？金のさすらい玉どこ？え？え、なくね？ない金のさすらい玉ないんやけど、一瞬で消えた、もしかして。あ、コマさん交代、はい。なに、誰？誰がダメになったの？あ、コマさんありがとう、回復してくれて助かる。さすらい玉が出た時になんか速攻で仕留めれるようになりたいな。まず見つけれんかったし。24円安っ。メラメライオンのシャドウサイド、怖かった。やりましたね。ものすごい気迫でした。ともかくこれで話が聞けますね。話聞ける大丈夫？おお、お前たち急に襲いかかって悪かったな。ううん、気にしてないよ。メラメライオンはもう大丈夫なのか？ああ、
なるほど、シャドウサイルじゃなくなってもこういう感じなんよね、かっこいいやん。大丈夫だぜ。ねえメラメライオン、どうして暴れたりしたか話してくれない？わかった。仲間になるパターンかな。つまりメラメライオンが暴走するまでの流れとして、緊張すると実力がうまく出せない男性スポーツ選手に出会ったことがきっかけだった。さっきのお兄さんの話かな。緊張に強くなってもらおうと思ってその人に取り付いたはいいけど、熱血になった男性スポーツ選手は練習熱意が原因で怪我をしてしまった。そんで大事な試合に出場できなくなったから自分のせいだって思い詰めたってことだな。その通りだぜ。で、そのモヤモヤにおどす黒い気持ちがってこと、あの黒い矢で。その人を思ってのことだったのに裏面出ちゃったなんてね。今は少し落ち着いてみたいだけど、また負の感情が高ぶったら危ないね。どうすればいいんだろう。仲間になろう、仲間に。ちょっと、じれったいですね。じっと考えていても解決できませんよ。にゃん、偉そうなこと言って案でもあるのかにゃん。きっくないんかい。まあそのご本人に会えばいいんじゃありません。おお、それだ。お兄さん、そうだね、確かにここで悩み続けているよりは怪我のことを心配してるって伝えた方がいいかも。え、私も賛成。メラメライオンはどう？メラメラ、俺も同じ考えだ。できるなら会って謝りたいぜ。悪気はなかったと。それじゃ決まりだね。俺たちも一緒に行くよ。選手生命が絶たれたわけじゃないよね。それにしてもウィスパー、たまにはやるじゃん。それはそうでしょうとも。なんて言ったって私は有能羊ですから。思いつきで言ったくせによく言うにゃん。そこ黙らっしゃい。この二人の掛け合い好きよ。二人のことは置いといて、男の人に会う方法を考えないってよね。確か陸上選手なんだよね。大会に出ようとして怪我しちゃったんだっけ。夜に池の周りをって言ったことない。その人ってもしかしてさっきの男の子のお兄さんじゃない？え、それ前提で聞きよったけど違うの。うん、その可能性はありそうだね。男の子のお兄さんってタプタプ池ってところにいるんだっけ。ケータ、タプタプ池っていうのは桜木ヒルズにある大きな池だぜ。なになに、なんでそんなドヤ顔。そうなんだ、ありがとう。秋のり、秋のりなんでカッコつけてるにゃん。急になんで輝き出したんかと思って。お兄さんぶりたい年頃なんですよきっと。よしよし、次の目的地はタプタプ駅だ。男の人は夜しかいないみたいだから時間帯には気をつけていこうな。そうと決まったら実行あるのみ。俺は先にタプタプ駅に行ってるぜ。この時間でもおるんかな。あ、深夜やけんこの時間でも大丈夫か。行こう行こう、ゴーゴー。あ、そっち。いまいち、もう私はこのナビ版についていくだけって決めとるけん、一切マップは覚えていない。でもマップ覚えんでもこういう風に行けるようになるっていうのはめちゃくちゃいい機能ですね。ラムネゲット、ラムネ飲みたいね。久々に夏といえばやん。ここか、ん、ここではないの。あ、あったんか。ちょっと行く場所があれやった。あ、てかあれか、こんなにいっぱい池があるってことは前のあの三つ股マークは、あ、でも三つ股マークはどこどこの池のみたいなの書いとったんかな。うわ、もう目の前におるやん。どうも。あの、すみません、お聞きしたいことがあるんですけど。俺何か用かな。もっとスマートな感じかと思ったらムッキムキなんやねん。実は、はい、私たち新聞部の部員でスポーツ選手のインタビュー記事を書いてるんです。インタビュー、新聞部、その方が自然に話ができるでしょ。確かにそこまで考えてなかった。はい、ご協力してもらえませんか。この子あなたの大ファンなんです。俺のこと。いろいろと設定がその場で決まってく。わかった、ぜひ協力させてもらうよ。ありがとうございます。あ、怪我の調子のこと聞いてくれないか。怪我の調子はどうですか。そうだね、まだリハビリは続けなきゃだけど、足の怪我はだいぶ回復しているよ。よかったです。ああ、本当によかったぜ。それにしても俺みたいなヘッポコ選手にもファンがいてくれたなんて嬉しいよ。なんか罪悪感じゃない設定。俺緊張すると自分の走りができなくなってさ、タイムを思うように縮まなかったんだ。俺の弟はすごく応援してくれたけど、自信が持てなくて引退しようか悩んだんだ。
そうだったんですね。でも今引退のこと考えてないですよね。続けようと思ったきっかけを教えてください。すっかり新聞部になりきってる。何のコスプレやねんってならん新聞部きっかけか。俺もよくわかんないけど、突然吹っ切れた気持ちになったんだ。あれだけ練習したんだ。俺ならできる。俺は桜木ヒルズの青木稲妻だってね。青木稲妻。それから自分の走りができるようになったんだ。前向きな気持ちでいることが大事だったのかもね。みんな引かないであげて。あんなに走ることが楽しいなんて、小学生の時以来かな。練習する時も楽しくて仕方なかったんだ。これでまた早く走れるって言ってウキウキしてさ。練習に熱中しすぎちゃって足を怪我しちゃったら元も子もないんだけどな。俺のこと恨んでないのか。あの熱血魔人って噂聞いたことないですか。もしかしたらその熱血魔人のせいで怪我をして大会に出られなかったのかも。もしそうだとしても俺は恨んでないよ。いや恨むはずがないさ。だって俺に前向きな気持ちでいることの大切さと陸上への思いを思い出してくれたからね。よかったねメラメライオン。この調子なら秋の大会には間に合うはずだ。次こそは出場して優勝してみせるよ。頑張ってください。私たち応援してますから。妖怪が見える人と見えない人の違いは何。ケイスケ君はあれ家系的に見えるってことな。ありがとう。とても励みになるよ。俺は消えてしまったけど。おお。メラメーラ。何また余計なことするんじゃ。お？ちょメラメライオンがまた取り付いちゃった。感情高まりすぎ。まただ。このパワーが溢れる感覚、陸上への情熱が込み上げてくる。今すぐ家に帰ってマッサージをして、しっかり休息を取ることが俺の使命。スポーツ選手は体が資本。リハビリもほどほどにしないと。それじゃあ君たち気をつけて帰るんだぞ。そういう方向ね。それはいいこと。行っちゃったね。まあ家に帰って休むみたいだし、怪我が悪くなることはないかな。お前たち俺のためにありがとうな。こいつは礼だ。受け取ってくれ。お、仲間になる。メラメライオンが友達妖怪になった。いいねいいね。メラメライオンの妖怪アークを大切にしまい込んだ。ありがとうメラメライオン、これからもよろしく。てか思うんやけどさ、今回のこの妖怪ウォッチ4はなんか妖怪たちがうろうろしよる路地裏だとか、あとなんか車の下調べたりとか木調べたりとかして妖怪が出てくるようなことがないんやけど、イベント以外で仲間は増えないの。なんかすごい、イベントとガチャ、ガシャか、イベントとガシャ以外では増えないの。その辺がよくわかんないんだけど、任せてくれ。だってやっとしたらさ、みんな、まあ、ガシャ以外は同じ妖怪たちってことになるよね。アキノリに取り付いちゃダメよ。絶対張り切りすぎるから。あ、でもアーク交換とかで通信があるぐらいやけん、そのうちできるようになるとかそういうこと。まあ分からんけど。大丈夫だって、もう自分を抑えられるもんな。メラ、え、その返事どういう意味だよ。自信はないと。ミッドナイト熱血魔人バッチリ解決。とりあえずクエストをクリアしていったら、一つ一つ一体ずつも妖怪が仲間になっていくんかな。ん？ずっとこの場にいるの君。あのスポーツ選手にもう一度取り付いた時さ、陸上が好きって気持ちがすごく伝わってきたんだ。取り付いた俺が元気をもらったくらいだぜ。人間の情熱ってのも熱いもんだな。あ、もしかしてあれかな。ああいうちょっとバチバチバチってなりよる C とか D とか書いてるあの扉があるやん。あの先に妖怪がおるってことかな。かもしれんね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次は最後、真夜中の果たし状。よし、頑張ってこ。え、てか、この扉、扉？Sランクのやつやん、やば。絶対めっちゃ強いやつやんね。